これは DVD で発売されているあるテレビドラマの映像である。映像の雰囲気から昭和62年10月2日頃に放送されたドラマであることがお分かりいただけると思う。まずは画面に流れるテロップに注目してご覧いただきたい。もう僕を任せないでくれよ Baby。 君が微笑むたびに哀れな心が痛む。細い肩を抱きしめて苦い夜。深く近子さんの後、小堺一機さんの名前が見えた直後の映像が不自然にカットされていることにお気づきだろうか。哀れな心が痛む。細い肩を抱きしめて。カットされた部分に何が映っていたのだろうか。例の姿が映り込んでいたとでも言うのだろうか。それでは放送された当時の映像をご覧いただこう。もう僕を任せないでくれよ。ですか。内田さん、電話です。どうですか。柴田さん。関係ないね。内田さん、電話です。